今回は最愛の娘 PC です。友達とのブツブツ交換でゲットしてきました。獺祭焼酎 720ml とのトレードです。兄にノートパソコンを購入したら、小学生の娘が私にもノートパソコン、買って、ちょうだい、おねだり作戦です。兄にモノを買ったら妹が欲しがる、兄弟あるあるです。しかし、兄は新品妹はお下がり、兄弟あるあるです。娘には専用デスクトップパソコンがあります。デスクトップで我慢しなさいと言うと、可愛くプンプン、一生のお願い最初で最後のお願い、天使の笑顔に騙されました。親バカです。子供が欲しいと思ったら買い与えるのも親の仕事。パソコンを覚えるには環境が必要、と、自分に言い聞かせる、親バカです。パソコンの紹介ですが、パソコン工房で売ってたレサンセです。激安 BTO ノートパソコンです。型番ですが、W550EU です。クレボと書いてあるのでクレボが製造してます。クレボと聞いても知らない人が多いと思いますが、クレボは台湾にあるラップトップコンピューターを製造してる会社です。ここの顧客向けにカスタマイズされたラップトップを製造してます。ベアボーンのラップトップパソコンを製造して日本に送り、日本国内の工場で CPU やメモリーなどを取り付け、パソコン工房で販売してました。ちなみに、BTO とはビルドプオーダー。ユーザーの注文に応じて組み立てを行い出荷します。ユーザーにとっては無駄な仕様を省き、購入コストを引き下げることができるメリットがあります。メーカーは無駄な完成品在庫が減るメリットがあります。腐れ外道 PC ジャンカーのおっさんにもメリットがあります。BTO パソコンは後からパーツの取り付けをしてるので、簡単にパーツ交換ができるメリットです。なんやかんや言ってますが、どこも壊れてないノートパソコンをゲットして、暇だから、腐れ PC ジャンカーがノートパソコンで遊ぶ動画です。でも、娘のパソコンなんですけどね。どうも、バカ親です。正確には毒親です。早速、分解です。動作するのに分解です。特に意味はありません。SSD が入ってました。ラッキーです。インテルが入ってる。520シリーズ。10年前なら、これだけで 100% してる。グリスは塗り替え済みです。いい友達です。尺を短縮する。いい友達です。ファンも軽く清掃済みです。いい友達です。キングストンのメモリが2枚刺さってました。1.35V と 1.5V。これで、動くのか?普通に動いた。各種アプリを入れました。CPU もメモリも問題なし。CPU ですが、i5 の 3230M です。メモリは 8GB。SSD は 120GB。メモリですが、DDR3 のデュアル 8GB で認識してます。DDR3L が1枚刺さってますが問題はないみたいです。知らんけど。早速、シネベンチ R15 です。OpenGL です。インテル HD グラフィック4000の実力を見てみます。結果です。17.97fps。GT620 と一緒くらいだと思うと強くない?次。CPU マルチを測ります。262CB。i5 の650より強い。なかなか強い子です。次。ドラクエ10ベンチ。フル HD 標準品質で回します。カクカクしかじかです。結果です。2164やや重い。ギリギリドラクエ10は遊べそうです。次。今回、CPU もいろいろもらってきました。いい友達です。i3 の 3120M です。シネベンチ R15 です。OpenGL は差がないですが、CPU マルチが40下がりました。ドラクエ10ベンチ、2164。i5 と i3 は結果が一緒でした。グラフィック性能が同じだから一緒なのか ?i5 の 2410M です。マルチが 210CB。ちょっと、弱くなりました。ドラクエ10が930。一世代前の CPU とグラフィック、インテル HD グラフィック3000に下がるだけで大きく違います。次。ペンティアム D980 です。動くか不安でしたが動きました。シネベンチ R15CPU マルチが 128CB、i5 の 3230M の半分以下です。ドラクエ10ベンチが805、第2世代インテル HD グラフィックですがインテル HD3000 と差がそんなにない。セレロン B815 です。コメントは特になしのセレロンです。シネベンチ R15CPU マルチが 99CB、ギリギリ2桁です。ドラクエ10ベンチが788、セレロンなんでコメントはありません。だって、セレロンですよ。コメントいる?まとめです。想定の範囲内の結果ですね。おっさんが言えることは、世代が変わっても、ペンティアムとセレロンは買うな。絶対に買うな。
ドラクエ10ベンチまとめです。ゲームするなら CPU 性能より、グラフィック性能が重要。ノートでもグラフィックボード付きがベスト。アニジャが Windows 11なら、妹も Windows 11だろ。なので、ぶっ込みました。普通に動いてます。入れ方は普通じゃないですけどね。インテル HD グラフィック4000のドライバーがダウンロードエラー。入らねえ。非対応 CPU なんで諦めます。Windows 11にこだわりはありません。Ubuntu 22.04 ジャミージェリーフィッシュ。直訳すると、ジャムがいっぱいクラゲ。素晴らしいクラゲが正解か？邪魔にならないクラゲか？ラッキーなクラゲか？英語はわからんが、クラゲはわかる。無駄にレサンセと Ubuntu の立ち上がり画面がかっこいい。まるで、純正みたいだ。Ubuntu 22.04 LTS ですが、2022年4月にリリースされました。2027年4月まで、サポートしてくれます。ただでサポートしてくれるのに、一般の人から理解されません。なんでなんでしょう？ソフトウェアセンターを開いてますが、ゲームを開くと、何も表示されない。一般人からしたら不具合が多いから、理解されないのか？ Ubuntu は実は軽くないのが原因か？次。初心者向け、Linux Mint Cinnamon です。難しい設定が不要で、簡単に使えることが特徴です。これなら、娘でも使えそうです。本家の Ubuntu より気持ち軽いです。次。野々村雄太郎 Linux こと NN Linux です。NN Linux ボット非公式さんにフォローされたんで入れてみます。NN Linux は初心者でも簡単にスタートできるように開発されてます。各ソフトが日本語化されてます。娘にぴったりの OS です。いろいろしてますが、軽い。圧倒的に軽い。低メモリでこんなに動作するなんて、作ったやつ出てこいやー。作ってた人出てきたー。すげーよ。マジ、すげーよ。オフィスソフトを起動してみます。起動時間で軽さがわかる。早い。超高速起動。すげーな。日本語入力も問題なし。NN Linux はもっと評価されてもいいと思います。次。今回は最愛の娘 PC で遊びましたが、いかがだったでしょうか？兄のライゼン 5625U と比べると弱々ですが、重たいゲームはしないので、小学生の娘が遊ぶには、問題はないと思います。軽いプログラムで遊ぶだけなので、スペックは十分でしょう。話は変わりますが、皆様のおかげで、登録者様が1000人を超えました。ありがとうございます。DIY をしない DIY チャンネル、パソコンネタばかりなのに、パソコンとは一切関係のない話しかしない。しかも、ほぼ愚痴、何の得にもならないチャンネルですが、登録してくれてありがとうございます。登録がまだの人は10万人を目指してるので登録をお願いします。収益化審査も合格したので、秋葉原、大須、日本橋に行ける日が近づきつつあります。おっさんはギャングで散財王になるぞ。今回は以上です。おっさんを散財王にしてくれる人は、高評価をお願いします。さよならバイバイ。